けてもらった。安全圧着とかいうやつやね、確か。うん、なんか知らんねんけど、うん、たまたまこれ買った時にね、うん、ノーマルやったんですよ。はいはいはい。なら、東京から買いに人が、買いに来た人が、はい、火の玉模様にしたノーマルの鉄に近づけたんで、はいはいはい、いうんで、全部いらんよ。ただ、そういうの工程大変のに思って余ってるから、これほんなら安うするわ。あ、そうなんや。ええバイクやのにな、ゼファロー7半定。なんかまた上がってるらしいですね。今だいぶ上がってる。タイヤでね。明日はあれやけど、今度バリオスごと行きます。了解です。楽しみにしてます。結構笑えますよ。プラモデルみたいに。さあ楽しみやな、了解。エンジン聞かせてもらえますか。一つの、こだわりがあって。なるほど。エンジンかけるときは水平にしてから。なるほどなるほど。キャブのあれガソリンの流れから、はい、下手にかけるとね、オイルとかがね、下手に溜まって左にかぶってしまう。なんかそんなん言うてました、ね。うん、それは僕も一緒やんついね、肩斜めにしてかけてしまう癖があるから。結構傾いてるでしょ、これ。そうそうそう。もうちょっとね、上げたい。だから普段、会社では、板かましてるんで